今よりも一歩幸せに、どうも、釣りって学べるです。今回は、冬タチウオについて解説していきます。皆さんは、タチウオと聞くと、どのようなイメージを持たれていますか ?YouTube や釣り具店で釣りやすいといった話を見聞きしませんかもちろんこれは間違いではありません。しかし、それは、ハイシーズンや、 船釣りの話であって冬は他の魚と同様に初夏から釣ることは難しいです。ですから冬でも初夏からタチウオを釣ってみたいという方はぜひこの動画を最後までご覧いただき食べても美味しい冬タチウオを手にしてみてはいかがでしょうかコメント欄で冬タチウオの思い出や おすすめの釣り方なども募集しております。この動画が冬タチウオの情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。タチウオ最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。それではいつものように結論から見ていきます。泳ぎが苦手。常夜島がある漁港。間が大事。 この三つの結論について解説していく前に少しだけ自己紹介をさせてください。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力塩や天候を読む力状況に合わせて変える力魚を釣る力 釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。冬タチウオは思いつきで行っても釣ることは難しいので、一緒に釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。そこで本日の目次です。タチウオの生態。冬に狙うポイント。冬タチウオの釣り方。 そして動画の最後には特典パートとしてタチウオの美味しい食べ方をご紹介いたしますので最後までご覧いただけましたら幸いです。はじめにタチウオの生態について解説します。タチウオは鈴木木、サバ、アモク、タチウオ科に属する魚で 北は北海道から南は沖縄まで全国のほとんどに生息しています。ちなみにチウ魚の名前の由来は諸説ありますが、刀のタチに似ている。またはタチ泳ぎをするから。この二つが有力な説となっています。皆さんはどちらの説がしっくりきますか ぜひコメント欄で教えてください。さて、タチウオの生息する水深からお話しすると、基本的に50メートルから100メートルと言われています。しかしながらタチウオは餌があれば水深1メートルであっても追いかけ回す獰猛な魚です。さらにタチウオは立ち泳ぎの姿勢が有名なため、 餌を下から食い上げると思われていましたが、活性が高い時は通常の魚と同様に水平に追うことが分かっています。そんなタチウオですが、実は泳ぎが得意ではありません。生物学的に泳ぎが下手な魚は歯がよく発達しているそうです。確かにタチウオの歯はとても鋭いですよね。 そして、タチウオのハイシーズンは9月から11月ですが、しっかりとポイントを選べば、一年中釣ることができる魚です。ちなみにタチウオには大きさを測る独特の方法があって、長さや重さで大きさを表現せず、銅の太さを指何本と表現します。 おおむねの目安ですが、指4本で80センチ級。指5本で1メートル級。それ以上ともなると、ドラゴンと呼ばれます。皆さんの中にも、このサイズを目指している人は多いのではないでしょうか。そして、冬は、このドラゴンを狙える絶好の時期でもありますので、寒さに耐えて、 一緒に目指しましょう。このタチウオの生態についてはタチウオの極意でも詳しく解説していますので、興味のある方はぜひご覧ください。次に冬に狙うポイントについて解説します。まずタチウオも冬は水深10メートルが一つの目安だと思ってください。 そして先ほど説明しましたが、タチウオは栄力が強くありません。そのため流れの強い場所を避けて群れで行動しています。つまり水深がある漁港がぴったりということです。ですが冬になるとイワシなどのベイトはほとんどいなくなります。そのため基本的にはボトムから表層まで全域を探りながら、 群れの位置を探す釣りになります。しかし、たまに上野島周りに、マイクロベイトと言われるシラスのような小魚が群れていることがあります。そして、それを捕食しているときは大チャンスです。ただ、シラスの群れはそれほど大きくはないので、ハイシーズンのような数釣りはできませんが、その分釣れれば、 大型である可能性が高いので積極的に狙ってみましょう。最後にタチウオの釣り方について2つ解説していきます。まず1つ目はショアジギングです。先ほどタチウオは泳ぎが下手だと説明しました。 実は食べ方もうまくありません。なんか説明していてかわいそうになってきました。ですから青物のように激しくジグを動かし続けてはいけません。でも船釣りなどでジグを激しく動かしているシーンを見かけたことがある方もいらっしゃいますよね。しかしよく確認してみると、当たりはすべて しゃくり終わった後、もしくはフォールの時に出ていることがわかると思います。つまり食べる間を与えてあげることがポイントだということです。そして狙うポイントの最後でお伝えしたマイクロベイトパターンの時は、小型のミノーで水面直下をゆっくりただ巻きしてみてください。 表層にいるとは思えないような大型の立ちよが飛びつくはずです。そして二つ目は、天野釣りを紹介します。天野とは、重りと針が一体になった仕掛けに、キビナゴなどの餌を巻きつけて使用する釣り方です。つまり、餌の食わせ力とルアーの手軽さをいいとこ取りしたような釣り方と言えます。さらに、この釣りのいいところは、 エギングロッドや、シーバスロッドで代用できるところです。その釣り方も、しゃくったり、フォールさせたり、ただ巻きするだけなので、特に難しいことはやらなくて大丈夫なので、挑戦してみてはいかがですかタチウオのルアー釣りにつきましては、 こちらの動画で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。それでは簡単にまとめていきます。タチウオは基本的に水深50メートルから100メートルに生息していますが、餌となるベイトがいれば水深1メートルであっても追いかけ回す獰猛な魚です。 しかし、タチウオは泳ぐのが得意ではないため、流れの弱い漁港などで群れを作って行動しています。さらに食べ方もうまくないので、ジグなどを青物のように動かし続けるのではなく、食べる間をあげることが大切です。そして、この動画を見て、 タチウオの生態を少しでも知っていただき、冬タチウオを釣り上げてくれる人が出てくれたらとても嬉しいです。それでは特典パートに入りましょう。ここではタチウオの美味しい食べ方を2つご紹介いたします。まず一つ目はタチウオの炙りです。 調理方法は簡単で、タチウオを3枚におろした後、皮目を炙るだけです。ご存知の通り、タチウオの身はそれほど熱くないので、ポン酢につけて食べるとさっぱりといくらでも食べることができます。そして2つ目は、韓国風タレ焼きです。淡白なタチウオの身に、 豆板醤入りのピリ辛のタレをつけて、焼いた後に、酢醤油をつけていただきます。想像しただけでもお酒に合いますね。他にもおすすめの食べ方があるよという方はコメント欄で教えてください。釣りって学べるにはディスコードを使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。 ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集していますあなたも住人となり今よりも幸せな釣り生活を送ってみてはいかがですか登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております 説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わりますのでこちらも併せてよろしくお願いいたします。スリッテ学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますのでリンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにさららにに、 オリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますのでよろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスに貼ってる人を見かけようものなら泣いて喜びます。本日の授業は以上となります。冬太刀魚の授業が今後のチョーカーアップの参考になれば嬉しいです。 最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。